報道の自由は警察が取り締まれるもんじゃないんです。そんなおかしいじゃないですか。被害者だけが晒し者にされて。少年法のせいさ。今度も年齢によって刑事処分にはならんだろうから。てめえ、ぶっ殺してやる。殺人を犯しても1年8ヶ月で出てこれるんですか。あいつは今保護観察中なんだ。頼む、刺激を与えないでやってくれ。なんであの町に戻ってきたのか。守る権利がある。知る権利もあるんじゃないですか。そんな権利はないんですよ。車がいるぞ。片山さん、無茶しないでください。誰だこれ。誰でもいいよ、やれって言ってんだからやっちゃおうぜ。